VIP ワゴンの作り方、他の YouTuber さんもね結構もうやってるんで、まあ、なんか他見てもらっても全然同じことやってると思うんですけど、本当に簡単です。でまず、まあ、僕のやつはもう塗っちゃってるんで、まずこのベースにね使ってるこのアースカラーの塗料なんですけど、これです。株式会社タカラ塗料っていう大阪の会社だったかな。この会社の名前で検索してもらったらもうすぐ出てくると思います。で、所さんの世田谷ベースでも使ってる塗料だったと思います。確か。同じ色でもね種類がいろいろあって、これはあの一番安いラッカーシンナーで希釈するタイプなんですけど、硬化剤と混ぜてちゃんとガンで拭くようなやつもあるんで、そっちの方が塗膜が強くて強度も出てて、これはハケとかこういうローラーで塗る用のだったかな。あ、でも希釈率でその辺も変えられるのかな。一番安かったんで、もううち のボロップワゴンにはこれで十分ということで、でこれ でベースを塗って、肝心のサビなんですけど、これ使います。これはうちの作業場に転がってたウレタンの端材なんですけど、一般家庭だったら台所のキッチンで使ってるスポンジとか、あれのね使い古したやつがいいです。ボソボソのやつ、こうボソボソだとこう、これで結局ねこの後ペンキをこうやってポン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 叩いてってこの模様をつけるんですよ。で、表面が不揃いな方がなんかこう よりランダムにねつきやすいんで、やりやすいと思います。でペンキはこのよくある水性のこんなんでもいいし、まあ何でもいいです。ただ油性だとウレタンが侵されるかもしれないんで、水性でも侵されるかもしれないな。なんかたまにこうねウレタンが糸引いちゃうやつとかあるんですよ。侵されちゃって、こんなのもでもホームセンターで、800円とかねそんなもんで、これをね2種類使います。片っぽは今回はこのレッドブラウン、まあ、赤茶サビ色かな。こっちが、ライトカーキですね。でサビ詳しい方は分かると思うんですけど、日本のサビとアメリカのサビとかっていうのはちょっと色合いとかね錆びるとこが違って、まあ、なんか自分の目指す錆を研究してからこの色を2種類チョイスするといいかなと思います。ちょっと試しに、まあ、これとはね色が違うんで、錆の色が違うから同じ風にはいかないかもしれないですけど、ちょっとなんかこの辺ね錆びてないとこ錆びさせてみようかなと思います。結構ねだいぶ赤かったっすね。だいぶ赤いな。まあいっか、雰囲気をちょっとこんな感じでウレタンにつけて、で、まあ、こういうところをねこう隅こうねベトってつけるとベチャってなるんで、ポン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 、今ねこの辺ね、この辺ちょっとねベタベタやりすぎたっす。こんな感じでちょっとね赤いか、ちょっと赤かったか、いいか。したら次このライトカーキ、これを重ねていく感じですね。まだらに。ああ、やっぱ使い古したやつの方がいいな。ポン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 していくと、ちょっとこう表面のカサカササビが、表現されるというか、濃い方がね、どっちかっていうとジメッとした感じのサビを演出してるんで、こう表層のちょっとこう。パサーって感じのサビは薄い茶色で表現するといいと思います。強く押すとこうベトッとした面になるんで、
はふわふわタッチしてください。どうですかね、ちょっと赤いけどこの辺の方がやっぱり リアルじゃリアルかな。で、錆びる、車の錆びっていうのはこういうコーナー、パネルのコーナーとかに出るんで、錆びさせる位置がリアルだとよりやっぱり全体としてリアルになりますね。こんな感じで、まあ、僕の車もよく、どこで塗ったんですかとか、人によっちゃあの、カスタムペイントされたんですかみたいなことたまに聞かれるんですけど、自家塗装ですこうやって画像で見るとやっぱ結構いい感じだな。自画自賛ですけど、まあ、ボロい車買ったりした時はもうボロはボロで隠せ的な感じで、このね偽サビ塗装で閉じ込めてもよし、あとまたお金持ちの人はね、ポルシェのカイエンとか、ちょっと安く手に入るんだったらボクスターとか、あの辺をこうやって遊んでも面白いかなと思います。で、まあ、サビ塗装いいんですけど、やっぱりすごいボロく見えるんで、あ、カスタムでやってんだって思わせるためにはホイールをきれいにしましょう。俺の汚いですけど、まあタイヤワックスとかしてタイヤは光らせて、ホイールも、まあ、ちょっと気の利いたホイール入れると、あ、わざとやってんだなっていう感じが出ていいんじゃないかなと思います。ね、全部ね錆びさせるとただのボロい車なんで、一点どっかちょっと気の利いたことするといいんじゃないかなと思います。ではまた。